じゃマクさんよろししくお願いします前回言い忘れたのが一つあるんですよ、あはいはい、それは私を含めましてね、はい、日本人は今まで遠い国の話ですから、はい、ウクライナという国がどういう国か、はい、どんな歴史を持ってるか、ほとんど知らない、もう知らない人が99.9%なんです。 ままウ,ウクライナ人にね、お宅、うん、の歴史はどんな歴史ですかと聞いたらね、はい、このように言ってました、はい今あの。その言葉を言いますとね、まあ、彼のことですね、はい、これはあのブラックジョークなんですけどね、ほうほう私はウク,ライウクライナ人ですね、はい、ウクライナ人である私はオーストリアで生まれてました。はい ポーランドで育ちおほハンガリーの学校に行きはい、はい、ソ連で就職して今ウクライナに住んでます、はい、大変な人生でしたねと聞いたらねこ,この辺でしょうねところが、ね、この辺じゃないんですよおほいや私は生まれてから今まで一度もこの町を出たことがない,はい,はい、はい だからいろいろ国境が変わりますから。要は侵略されたっちゃうんですよ。侵略とか国が消えるとか別の国になるとかなんかいろいろ戦争があってとか結構変化があります、ね。ええ、だからもう一度言いますね。うん、私は生まれてから今まで一度もこの街に出たことないけどね。うんうん、国はさっき言ったように、えー、私が生まれたときはオー,ストラリアにオーストリアにね。そう、オーストリアね。に支配されてましたと。うんうん で、私はあ学校に行くときはああ、育ったときは、ポーランドから侵略されました。はい。で、さらにその上の学校に行くときは、ハンガリーが、まあ、おそらくハンガリー帝国でありましたよね。はいはい。ね、ハンガリーの学校に行く。そして、大人になって、えー、仕事始めたときは、ソ連に試合されてました。はいはい。いうように えー、自分は一箇所だけどね。この、その、自分の人生のうちで五回も侵略された。うん,ん。この近世だけですね。はい。で、その、さらに、さらに、その前へ行くと、一番最初は。あ。十三世紀。えー。千二百何十年ね。うん,ん。えー。モンゴルに。ジンギスカンに。来ました。ね、試合されました。はい。いうように。 えー、侵略された歴史なんですよ。なぜだろうかという,うクエスチョンがね、うん、それは地政学的にといいますか、ちょうどあアジアで言えば韓国みたいなんですよ、うんうん、両側に大国を持ってね、はいはい、常に大国に通り道だから、うん、こっちがついてはこっちの踏んだりる、またこっちの国ん常に 本当の独立国ななった時なんかほとんどないんどいそうそういうようなあことをこのウクライナ人は言ってますね、うん、だから悲惨な侵略された植民地とか何とか以前の問題ですね、うんえー、うとにかくう大国の犠牲になってきたんだだから本当は安定してね ゆっくり、えー、50年100年生きていくようなそんな時代がいつ来るんだろうかということをまた今度お今回ね、うんえー、ソビエトがなくなったと思ったらね、うん、いよいよあの一つの国で独立しになると思ったらまたロシアからやられるとそうそう言って今嘆いてるということをね、うん 日本人に話したいと思います、あ。一言で言えば、いや、だから、あのー、視聴者の皆さんね、ウクライナというのは、非侵略いやおそらく民族としては、数少ないね悲惨な歴史を持った国ですよ、というふうに理解してもらえばいいと。ね、もうこれはアメリカ人も分からない。アメリカも本当に230年いの歴史で、でも、カナダとかメキシコはアメリカに侵略するわけない。うんね 支支配は支配はになってません<で>逆にアメリカしてますよいわゆる東西の回路通り道にある、ね、で朝鮮半島も似たようなもんですねそうですね、えー、だからどうしてもそういう歴史のもとに生まれると悲劇があるんだな、えー、我々日本は島国にね、えー、生まれて一生ね。 もう2000年近くね、一度も侵略されてなかったね。島国とやれると、一回だけアメリカにやられたと。それもう私は思ったんですよ。支配されて憲法も何も随分ひどい目,ひどい目にあってますけどね。うん、でも さっき私、アメリカ前回ね、ちょっと誤った誤って,謝ってしていきましたけど、うん、家庭法でね、もしこれがソビエトロシアに進中されておった場合、日本列島はね、はい、どんな遺産であっただろうか、うん、ということなのかもね、考えるとね、やっぱり日本人としては辛いけどね、アメリカに負けてよかったんじゃないかと。 同じ負けるんなら。うん。うん。うん。それもわかりますよ。ね。わかりますよ。だから、私は、あのー。<laughs> 今後も含めましてね。うん。日米同盟はね。うん。が、千年後は別ですけどね。何百年かはね。うん。変えちゃいかん。うん,う,んうん。うん。うん。えー。日本が。明治以降。日露戦争に勝ったのもね。 うん、アメリカやないけど日英イギリスですよね。うん、日英同盟がね、どれだけ大きな力になったか。うん、そういう意味で、ウクライナはね、どっこもそういう国がない。まあ、悲惨な国だ。うん、やっぱり、えー、平和を守るためにはね、やっぱり信頼できる国家とね、うん、いろいろ。 うん、日,本日本人でもアメリカに不満を言う人はおりますけどね、うん、それはそれで事実だけどね、うん、でもアメリカへの選択肢はないよロシアと同盟はできないでしょまして中国とはできないでしょ、うんうん、だからね何にも考えずにねもっとその代わりに、えー、強い同盟に、えー、なるようにねもっと言うと 日本という国がアメリカにとってもね、大切な同盟国というような国を目指したらいいんじゃないか、まあ、そんな思いでおりましたじゃあ、引き続きまして、そのアメリカがどうなってるか、ちょっときつい話ですよ、アメリカの武器を結構、最近の20、30年間もだめです。 それが私わからないんですよ。複雑すぎると、儲かるために複雑すぎるになってて、いろんな回収いっぱい入ってて、まあ、基本的に使いませんいや。それをちょっと教えてほしいんですよ。教えます。オッケー。<で>最初あの。教えていただく前にね、うん、あの今回あの、ウクライナにアメリカ及びドイツから武器の供与がありましたね。うんうん、やるあの重火器じゃなくて、軽量の ハンデタイプのね。はいはい。ハンデタイプの対戦車兵器とかね。はいはい。えー、対、えー、スティンガー。スティンガーとか、あと、ジャブリンね。えー、戦車を撃つの。えー、まあ、それはね、あの、まあ、スティンガーは結構いいですよ。らしいんですよね。スティンガーはいいですよ。値段安いし。安い。うん、ね。で、あの、英語で言うと FF。FF。フ r e Fire ア、撃つ。Forget 忘れて。もう撃てたらもう考えなくていい。 ミサイル自分で。あとは自分かれるわけですね。そう。ええ。こういうシステム、まだまだ大丈夫ですよ。私、共犯主のもっと大きいシステム。なるほど。で、最初ね、あの、航空部艦はい。空母ですね。空母。はい。一番新しい空母は、これです。これ、フォード USS フォードまあ、空母の名前が、昔の軍艦の名前、例えばエンタープライズ。エンタープライ第二世代です。今でもある。 エンタープライズは全部で、えっ、ー、と、初めてエンタープライズ。ごめんなさい。多分1812年から初めてエンタープライズ。で,で、5、6隻ぐらい、今までエンタープライズがあったんですけど。これが USS Ford。で、Ford は大統領。名前です。フォード。フォード,フォード大統領。だけの名前で。はい。で、問題は複雑すぎる。なるほど。で、新しいシステムいっぱい入れて、で、システム入れる前にテストしてない。 で、OK、こういう写真がありますね。これと、これです。これ、カタポルト、ここにあります。あのー、あれですね、タ大砲みたいに見えて、ボーンと、まあ。そう、マイナータイヤにつけて、ですごい圧力で、で短押したんですね。そう、押してから、すごい短い期間で、動きがスピチーディーに見える期間ができる。けど あのー、今まではね、空母で蒸気のキャットポを使ってる。で、それ全然問題ない。今のフォールの方は電磁策。なるほど。電磁策。で、これはね、とんでもない。とんでもない。で、海軍の基準が壊れるまではね、OK、やりますよ。えっ、ー、とね、4166が基準です。4 1 6十回をやってて、まあ、 それで壊れるかもしれない。OK。しかしね、現在の電磁石のキャタプルが272しかなってない。272。で、どういうこと ?272 回やると壊れる。使います。壊れる。で、空母はね、結構大きなね、写真ね。戻りますね。4つしかない。これ、英ンルでル去ッ角度の出来で、これ1、2、で、3、4。4つしかない。OK。 壊れる。その四つって何が四つですかカタポット。あ、カタポッドカタ,カ,カタポット。四つね。<え>で、一つ壊れる。じゃあ整備するんでしょう。はい。できませんあ<ら>。整備するために回路を止まなきゃいければなない。けど、この電磁石の回路が全部一緒。うん。だから全部止めなきゃいければなない。で、もう一つ止めると、一時間かかる。これ電磁石だから、すごい、あの、 電波があるから人間それに入る死ぬ。だから何の問題で人間入るまで1時間かかる。なるほど。だから270回ぐらいで止まると、あの、使いませんよ、空母と通してね。うん、で、あの、この空母が83機ぐらいの軍機を持ってるんですよ。83機。だから、1回全部、まあ、2回ぐらい全部罹患して、 だんだんも結構使えなくなるとこなんかね。でもね、高いんですよ。すごい高い。これ商売で、それ、あの、ああ、儲かるんですよ。そのイン、イングル、なんとかイングルの軍港の方。今、アメリカ行こうしかないんですよ。空母作れるのをね。で、これもテストしなかった。作る前に。だって空母が海に行くと、うん、波入りますよ。はい。このでかい漢方の上に波も入る。 あの、私のお父さん実は空母を乗りました。うん、僕のお父さんがアメリカ海軍。で、昔日本に来たミルウェイっていう空母が。いいね、ミウェ彼ミルウェイに乗りました。えっ、ー、とね、第二次世界大戦と朝鮮戦争の間。で、この前のところでもらえちゃった。お父さんの話。一番前の彼、あの、中心兵。ラジオの中心兵。あの、一番戦闘の部屋行って、とか、中心の部屋あって、 で、大西洋のハラケン、ハラケンで進んでる、進んでる。扉開ける。箸開けると海、海もうない。らえちゃった。前で。そんぐらい荒いの波が来るから。で、こういう波がキャッタポートに入ると、こういう電磁石の全然テストしない。してない。そのままに、もう軍港あ、軍艦に入れた。で、これ2017年でできてる空母で、もうその前にそのトラブル。今5年間、直してない。直らないんですよ、そのトラブル。 2 0 1年最新鋭ですね。最新。でもならない。で、またトランプ大統領、大統領だったんです、それね。2016年から。トランプ大統領見に行って、なんでこれをもういうもの使ってる上気のキャットボール戻りなさい。でも上機のカットボール戻れないんですよ。システムが全部、空母の中の缶とか中ね。それ全部あり、あの、複雑すぎると作りません。OK、もう一つのね、あの、写真行きますけど、あの、この二つの写真ね。 はいこれが英語で言うとアレストケーブルアレストは止めるって意味だ軍機が着艦する着,あ着艦するにあの昔はなんかロープが残ってそうロープだって、えー、とこれですよこのケーブルねもう一つの写真であもう一つはこれこれかねそうそうこれね見えるあの飛行機の後ろにこういうフック、はい、でフックか チュンってケーブルつかまって、で止まる。OK。介護の基準。介護の基準が16,500回で壊れるまでね。で、それ基準。41回。41回しかできない。で、それで壊れるよ。で、問題は中の、この甲板の下のポンプ。このポンプがそういう圧力に耐えられない。なるほど。 で、でもね、入れてると、これが、変わることできないんですよ。変わることできない。で、あとね、これもね、あの、機関銃がありますよ。この機関銃ね。あの、これ撃ってるの写真ですね。機関銃撃ってるね。これが、1分間で4500発。昔は、バルカンウォーチがったでしょ。 バルカン、そうそうそう。バルカン,ルカンを3000発ぐらいですそう。そう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 。ね、でもね、これがね、なんとかコンピューター、これ、これ何を使うんですよ、この機関銃はね。敵のミサイルが効いてると、あの、敵のミサイルにそのいっぱいいっぱいで撃てて、ミサイルが爆発する。これも使いません。何かコンピューターシステムとながると、全然うまくいってない。全然うまくいってない。で、 皆さんも知ってる日本でこういうのを使うかどうかの、例えば F35 戦闘機もう入ってるかな日本に入ってるみたいね。私 F35 とても反対。まあ、うん、一応飛びます。はい。飛びますけど、武器、運べる武器が4個しかない。で、この4個が陸に落とす爆弾、それとも敵の軍機撃つミサイル、もう四個しかない。4個しかない。なぜか、この翼の中で、 できない。この翼の下のスうルつけると、ステルスがなくなる。何がなくステルス。ステルスっていうことが、レーダーでは見えない。ああ、ステルスね。実は、それ、完璧、レーダー見えないってこと,と違う。だんだん近くなると見える。だんだん近くと見える。それと、あのー、あとね、昔のレーダーだったら、もっと長い波があって、あのー、完璧見えるよ。 で、ロシアのね、これ昔ソ連の時代の長古いレーダーだったら簡単に見えるよ。簡単に見える。で、ロシア人がね、物をしてない。アメリカ人だったら新しいもの大好きだから、これで使いましょうとか、考えて、それ考えてないけど、ロシア人が昔のものでも持ってるんですよ。今、北朝鮮でもさ、昔の戦闘機でもあるんですよ。なんか40年前とかなんかね、使ってるんですよ、今。OK。あとね、それ、ステルスのシステムが、ステルスのシステム、この、 飛行機周りの子に一応レーダーの波を入れちゃうと返せない。返せないというところで。しかし1時間飛ぶと大体5、6時間、10時間ぐらい整備しなきゃならない。うん、で、そういう専門的なところで基地も決まってるんですよ。基地も決まってる。例えば日本だったら例えば家電の基地にやると、もうちろん中国はそれわかる。一回軍機がそこから飛んで戻ると、 カレーな基地に空襲すると、はい、もう終わります。うんうん、別の基地行けないんですよ。別の基地行ってたらでも、直しません。整備はできないできない、できない。コンピューターシステムがある。コンピューターシステムで、例えば6機が飛んでる、1機が向こうに敵の軍機を見ると、じゃあ、同じの6機にすぐ、回します。しかし、そのコンピューターシステム複雑すぎるから、で、全体的に中見えなくなるから、みんな消してるんですよ、パイロットが。なるほど。 複雑すぎるよ。でもすごい高い。しかし実はこの証拠は2019年、最近ね。あの、アメリカの空軍が昔の F15。F15 の戦闘機ね。これ80機を注文しましたよ、防衛から。F15 が結構いい軍機。結構いい軍機ね。あの、今ね、そうそう、F15 が出てる。で、これが いろいろの F15 できてからそうですね、世界中で100機を落としてるんですよ。いろいろの空軍で。まあ、アメリカ空軍だけじゃなくて別の空軍、F。F15、まあ、F、F16 がこれ、アメリカの最後の E 軍機。今、あの、F、F35 私から見ると、戦場で使いません。なるほど。あの、そう、あとね、ロシアもね、これをすごく大切にしてる。英語でドッグファイト。犬の喧嘩 ドアグファイト、そうそうそう、それ。近くに来る。アメリカ人考えてない。訓練もしてない。で、あの F35 の機関銃あるけど、ほとんど弾丸ない。弾丸もない。で、どこに撃つるとよくわかんないんですよ。だってステルスで、ステルスだから、隠すんですよ。扉があって扉開けると、ちょっと引っ張ってて、当たらない。ちゃんと当たらない。ロシアの場合は、 あの、結構ね、そういう近くの戦うのために、訓練してます。で、ロシアの最近の軍機が、ここの前のところで、前のところ、二つ目の翼があるんですよ。ちっちゃいの、ちっちゃいの翼。で、これが、ひって引っ張ってて、軍機がすぐ上がる。ポンってすぐ上がって、アメリカの方が行って、後ろから行ける。で、訓練してますよ、そのドッグファイー。アメリカ人も訓練してない。だアメリカ人な感じかつてのゼロ戦闘はあれじゃないですか。 そう,そうそうそう。かつてのゼロ戦はもしょうこの毒配と強かった、ね。強かった。で、今のアメリカの考えはと、もっと離れてからミサイル撃って、でもそのミサイルを逃げる場,場合もあるよ。結構そういうことできるから、私見ると今正直でロシアのクレーンの方がいい。なるほど。で、ロシアの軍機がアメリカよりいい。だからアメリカ空軍が昔の F-15 を再び注文してる。現在。 現在。2019年から。うんうん、日本も今 F15 がありますね。それすごくいい軍機。ね。あの、もう一つの飛行機の問題は、オスプレイ。オスプレイ。オスプレイは、それが飛行機でも、ヘリでもできるけど、そのひっくり返るときに飛びに切り替えるのがすごい問題ですよ。で、例えば、仕様に書いてる。このぐらいの荷物を運ぶ。あの、オーケー兵士の数25人。 のん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 のののそういう、一応、CO の方だったら、みんなパイレット分買ってるよ。あれちゃんとやると、絶対墜落する。うん、だって、もっと少ない荷物かかる。ほとんど運ぶないんですよ。運ぶの方は少ない。あの、変なしが、武シ大統領の時に、チニー副大統領が、オースプレイを止めようとしたんですよ。でも、議会でいろんなサポートがありすぎて、で、なんか、 いろんな州に回すんですよ。飛行機の部品。一箇所で作れないんですよ。アメリカ全土で、なるべくあちこちの州で作ると、これが行きますよ。まあ、最近の20、30年間ね、アメリカの軍、もう、軍備はね、結構そういう恥になってますよ。使えないものけど、利益がすごい。で、作る会社の考えで、まあ、売ればいい。あの、アメリカ人はね、あの、日本人はね、オッケー。ものを作る、すごい誇りがある。 で絶対、日本人は出てラメないものを作れない。アメリカ人は、ね、ちょっと違う。アメリカ人が人これ買うなら、じゃあ私作ると利益入るとそれいい。で、知ってるその空母の、あの、フォードの空母ね、プラスこれから3隻。これから同じ設計で3隻が来ます。でもそういうな軍士官。これ海軍大佐。もう海軍大佐の給料しかもらえないね。 20年間、軍事に当てて、まあ、大切になってて、で、彼は責任者、何でもサイン。で、20年間だったら、あの、年金出るんですよ。アメリカの軍隊のシステム。じゃあ、引退して、この、救ってる会社の今、専務ぐらい、専務クラスになってますよ。で、ルールは半年、半年ます。半年大したことないよ。で、その専務で、あの、専務の給料もらうと、それも会社からありがとう。 しかし、海軍で使えない。で、実は最,初最近ニュース聞いてて、USS フォー d の方が、例えば第7艦隊は、こっちの方とか、他の艦隊、いてるんじゃなくて、大西洋の第2艦隊。第2艦隊は何ですか訓練。訓練ですかでそれ、アメリカ恥ずかしくならない。でも、使うものにならない。1兆3000万ドルかなとか、そういうね。そう、全部無駄。全部無駄。 で、何が悪いんですよ、アメリカで。何が悪い一つね。なんでこうなってる本当にアメリカ教育がもう腐ってます。私、前、話したと思うけど、バイデンが大統領になってから、今、あの、白人がなんか、圧迫の国民とかいろいろ教えて、科学を教えない。それもすごく一つけど、もっと前から科学を教えても、失敗するでも学生を直せないんです。学生直せない。学生直すの方が、 自己自慢がなくなる。あの、友達いますよ。で、彼女は、ウェストフォージニア州立大学教えてて、日本語と日本語の文化とか教えてて、学生さんにテスト出すで、テストの方に、もう全然勉強しないから、これバツ、バツ、バツ。で、学生が校長先生に行く。文句も言う。文句もバツバツバツ。じゃあ、友達が言われた校長先生に。なんでこの学生にバツバツバツ。バツ いや、でも、勉強してないから試験に落ちてるんですよ。それダメです。それダメです。学生が自己自慢を失いますから、それが一番大切、自己自慢。じゃあ、数学でも科学でも勉強してるでも、自己自慢でも、こういうような自信があるけど、複雑なシステムを空母に出ると、私設計してから絶対大丈夫よとかなんかね。もうダメですよね。 あの、ちょっと最後の写真に行きましょう。これ、これ、これ、これ。これはね、アメリカすごい誇りなもので。3人のうち打ち越しが何回、5、6回ぐらい、スキーまで来ました。これ、サッタン5のロケット。もうアメリカまでい、今まで作ってるロケットの一番力がある。まあ、ロシア大使館はもう一つ、元っとを作ったことあると思うけど、これアメリカで一番力、ロケット作ってた。今作りません。今これロケット作りません。 この技術を失ってます。で、なんでやっぱり教育悪い。今、もう、今だったら、昔作ってる技術者が、もう今、投資だか引退してる。で、新しいの技術者に入ってくると、エンジニアね。みんな学校の方に自己自慢ばかりの教育されてるから、ものをちゃんと作れないんですよ。だから複雑なものを作ったりとか分かってない。 昔のちゃんと使えるものを作りません。もう科学もアメリカ技術もこうなってますよ。こうなってます。本当に、あの、今バイデン政権悪いだけではないんですよ。もっと前から、で、もっと前正直で最悪の教育が入っていて、先生がだんだん最悪になっていて、で、学生にあなたも失敗ですよ。あなたも間違った。あなたも勉強してないからバカだよ。 あ、学生かわいそう。でもかわいそうで勉強にならない。<laughs> で、結局こういうものは出てきますよ。あの、こういう使えないもの。インフラもね、インフラもね、落ちてますよ。あの、3年前ぐらいフロリダで新しい橋を作って、あの、大学があって、真ん中に高速道るという歩行者が橋を渡る。で、その、作ってる設計会社、あの、建設会社の広告では、 私たちみんな建築家が女性。もうすごい、あの、新しい司会のために女性がこういうことできるよ。少し,し橋を作って一週間で落ちた。一週間。で、7年死亡。だって高速道路に落ちて、その飛んでる車、飛んでる車が何台を潰して、7年死亡でなんか20人ぐらい怪がありましたよ。で、その後で1年後ぐらいの,の研究で、 大切なケーブル入れてない。忘れた。こういうな、あの、リブロのやり方で、あの、なんていうの、批判しないとか、なんか、情勢でやらなければならないとか、国人やらなければならないとか、基準がそうなってると、仕事できるってじゃなくて、これが今、アメリカがこういうな結果に出ていますよ。使えない武器ばかりを作ってる。ね。 まあ、これ一つの悲しいことですね。最近のアメリカね。そうですねじゃあ。あとね、やっぱりね、今、ウクライナでもね、ウクライナ問題もあると、こういうニュースも出てますよ。トランスジェンダー。前の話でしたも話してた、トランス、自分が男じゃなくて女とかなんかね。そういうな、ロシア入ってくるトランスジェンダー文化もウクライナに押し付けてるんですよ。アメリカから、アメリカ外務長官から。 それも、あの、財務省がどこに押し付けるんですかウクライナあ、ウクライナにうん。で、ウクライナも宗教がすごい保守的です。保守的。あの、ゲイの方はおかお、あの、ホモセクションとかなんか反対です。でもね、こういう祭りしないとダメですとかなんかね、こういう他の国も全部押付けるんですよ。うん、あの、モスクワでもさ、大使館の中で、その、ゲイの旗。 もう出してるしとかなんか、そればっかり集中してるアメリカの教育。うん。の人たちが差別すると可哀想。科学とかなんか全部科学、数学を教えてない。で、中国の方が結構一生懸命技術者いっぱい作ってるね。ねえ、中国の技術者すごいですよ。すごいですよ。で、アメリカがみんなホモセクション作ってますよ。トランスジェンダーとかなんかそういうことばかりとか若者作ったりとかなんか。 いやもうアメリカどうなるんですか <laughs> ちょっとそれ心配ですね。うん、でも、そういうマックスさんが言ったようなこと、上になってる政治家とかリーダーはいないんですかトランプ。<ん>トランプ大統領がそれ反対だったけど、あ,プさんあの、今ね、バージニア州であの1年前ぐらい州選挙があって、新しい知事ね、あ私前この番組に話し,しました、教育を戻しましょうと頑張ってるけれど、 本当に難しいですよ。こういういっぱいの管理をいるんですよ、その左。あとね、私も見出ししか読んでないけど、最近サンフランシスコ市の、あの、学校の管理するスクールボード、スクールボードね。あの、右跳ねてたち入れてるんですよ、投票で。最悪でも怒ってるんですよ。やっぱり自分の子供が学校行くと、何を勉強になると、あの、こういうトランスジェンダーとかなんか白人が悪いばかりとかなんか、 もうちゃんと教育しなさいって言うから、ね、やっぱりアメリカも教育司会ですからね。でもね、結構全道的にシステムが腐ってます。腐ってます。これがよっぽどの努力もかかるんですよ。で、あ、そうそう、バイデン大統領は今月1日、あの、スピーチしました。支配しましたね。で、その中にやっぱりトランスジェンダーのこと大切。あ、言いましたか。言いました。えー。なんて言いましたかいや、もう絶対トランスジェンダーの権利を守ります。うん。 で特に今話題になっているの方はペンシルベニア州立大学、はい、女性のスイミンティーン、ある男性が入っている。男性が入っている。でも、実は注射もらってるんですよ、女性のホルモン。でも、生まれから男性ですよ。あのこの人が、でもバイデンで言ってるとこ、OK ですよ。ケ、OK、ーですよ。バイデンさんは、あれですかそういう,うーん LGBT ういう、賛成なんですか賛成です。今、賛成。 でも特に LGBT よりのトランスジェンダー。トランスジェンダーは薬かかるから。ね、で製薬会社がトランスジェンダーをバックしてる。で医療機関が全てがラ、うん、トランスジェンダーの方がわかるからね,、うん、ね。でもこれがなんかアメリカの国の中心になってるとかなんかね。実は防衛とかなんかね、忘れてるよ。で防衛が利益になるものばかりになってて。ね 忘忘れてるいのは誰が忘れててるる誰がんですか国が。あ国民全体のこと国民は忘れてないけどリーダーがね。あリーダーがリーダーがね。リーダーが腐敗で、いろんそういう企業からお金もらって、あの軍事産業からお金もらって、高くて複雑。先ほど聞きましたよね、ねおそらく三軍共同なんて言ってるけど、おそらく軍の要求で。 うん。あ、こういう軍機がね、一応守ってるけれど、あの、A10。A10。これがね、私も大好きな軍機。この A10、A10 の飛行機、これ写真見せる。で、これが、いっぱい爆弾持ってて、これが戦闘機ではなく、これ、爆撃。爆撃。で、あの、この翼の、こういう、こういうすごい後ろまでの翼ではなく、これ、まあ、ゆっくり飛べる。うん、で、どこに、 敵の軍の位置があると爆弾を落とせる。ボン、ボン、ボン。で、この前にこういうガトリンの機関銃でブラーっていっぱい弾丸を撃つ、撃つことできるし、エンジンがこのウェイの方に、そういうミサイルで陸から撃ちに、ちにくいから。これエンジンですかこれエイジ、エンジン。このエンジン。ンジンこれエンジン。エンジンが上に映いてる。上に。そう。だから、兵士がスティンガーみたいなミサイルを持ってると、撃つのこと辛いんですよ。なるほど。 で、すごいゆっくり飛ぶんですよ。しかしね、高くない。高くない。で、これ軍事会社が利益、それにならないんですよ、作るの。もっと高いの、複雑なものを作ると方が、軍事会社が喜んでる。で、これ何年間、戦いあったんですよ、アメリカの。あ、これが危機感銃ですね。はっはっはっは。あ、ぐるぐる回るわけですね。そう、ぐるぐる回る。で、戦いあったんですけど、一応残ってるんですよ。不死身の攻撃。 これはすごく素晴らしい軍機。戦闘機じゃないけど、あんまりロマンティックみたいな感じで戦闘機のトーンじゃなくて、しかしね、方兵だったら大好き。これは随分たくさん並んでますけど。これも空軍の将。これ将ですよ。あ、将ね。みんながわーってい一緒に離陸してとか、わーって回って、これがその将ですよ。将ですか。うん。これは上位何人ぐらい乗るやつですかまあ一人ですよ。 一人一人。パイロット一人。すごいですね。ね。で、この目標は、陸の、例えば、私たち海兵隊、砲兵でしょで、すぐそこに敵軍が入ってる。だん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 たん。いっぱいいる。うち困ってる。やられる。じゃあ、飛行機連絡して、ヘルプお願いしますで、パッ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 って切って、向こう絶滅。助かりました。なるほど。こういうための、砲兵が大好きな軍機。 大好きな軍機で本当になくする運動いっぱいあったんですよ、アメリカの防衛産業の中で。安いから。安いから。も分からんから。もう分からない。でも安いでいいもの、うん、でいいじゃない。うん、<laughs> いいじゃない。これ、一つのアメリカの防衛産業の中でまあ常識の勝利です。これはあれですか、いわゆる空軍に属するんですか空軍。空軍,空軍使ってます、ね。エアフォースですね。 えーと私、海兵隊は持ってないと思いますけど、エアフォースね。そうそうそう,そう、まあ,あの、こういうの複雑世界ですよ、アメリカの軍備で。あのお話聞きますとね、もう結論ですけどね、うん、全体としてアメリカの軍事力、はい、アメリカ軍は強いか弱いか、もちろんあの陸海空はあるんでしょうけど、はい、世界標準から見て、 やっぱりナンバーワンですか？No。弱い。ナンバーワンじゃないんですか？ナンバーワンです。あの私は強い方ナンバーワンの方は多分ロシア。ロシアですか？ロシア。あの兵隊の戦える訓練とかで、ね、あと軍機ね。軍機ね。軍機というのは軍の機体ですか飛？飛行機。あ飛行機。飛行機がロシアも強い今ね。飛行機。そうです。 アメリカより進んでいます。うん、で、アメリカがいろいろなところで。じゃあ、一言だけ、うん、中国軍はどうなんですか私、中国軍の軍機がまだそうでもないし、まだね、あと兵士、どうかな、どうかな、って兵隊の訓練のとかなんかね、どうかなとか,なんか、まだ中国はまだ、でも数いっぱいある。数はあるよね。数あるだ、経験がないですよね。経験もない。実戦の。 なないいほとんどないですよね特に<い>、うん、戦闘機あたりはもう、うんまあ、訓練であるとカバーてくるんでしょうけど、うん、やっぱり経験がもの言うんでしょうね経験もあんまりないねあの世界中に発見できるのはアメリカそれはアメリカ、うん、そういういっぱいインフラあるしそういう専用の軍艦いっぱいあるし、うんうん、じゃあ今世界でうん 軍事的なね。はい。三大強国というのは、ロシア。ロシア。次、アメリカ。アメリカ。中国。うん、中国ね。まあね。3つの上いね。そうそう。これ3つでしょうね。ね。うん、でも、中国とロシア両方が、世界中のハッキングはできない。それはアメリカが。それはアメリカね。あの、日本も結構強い方。日本は強い方ですか強い方ですよ。 あの、ランキングで大体第8位ぐらいかな日本もね。8位ぐらい ?8 位ぐらい。らいもうちょっと強くなってほしいね。いや、でも日本兵も結構いいものを持ってるしとか、あと私日本兵が品質ある、まの。戦場経験ないけれど、品質ある。英国もいいけれど、でもうち日本に英国も助けはできないんですよ。もうヨーロッパですからね。遠いんですからね。うん、で英国の海軍もね、数が結構少ない。 少ないです、数が、ね。まだね、軍備としてプロですよ本当に。本当に専門的なプロだけど、少ないですね。うんうん、でも日本もすごくいいよ。だ将来に日本数が数増えても、でも私たちはやっぱりアジアのものしかないんですよ、日本で。あまあ、アフリカとかなんかね、まあ、そういうことは、まあ。まあ、アメリカとかそういうのは年してますけど、アジアとして見たら他にな,ないですもんね。ねで アジアで本当に強い軍隊出せるのほうが。ないんですね。ないですね。ないですね。いすねうん、はいはい。はい、以上で今日はどうも。どうもあり,うありがとうございました。ありがとうございました。